私、一目惚れしました。え？告白された。というか、この子可愛いの。話せた、話せちゃった。あ、それと浅薙先輩、放課後屋上で歌ってるらしいよ、一人で。もっともっと聞きたい、先輩の歌を。だって私、より先輩に会うのが一番の楽しみなので。恋愛なんて私にはきっと無縁の話だと思ってた。すっごく声が綺麗で輝いてました。伝えないと。ちゃんと返事。あのさ、私も一目惚れなんだよね。私は先輩の作った歌、すっごく聞きたいです。日野さんがそう言うなら検討するよ。っていうかさ、あんたも一目惚れしちゃったって感じ？一目惚れなんて本当にあるものかしら。立花さんはまーちゃんに毎日一目惚れしてるよ。そうやって嬉しそうに話すの、私にだけだったりしないかな。私、先輩の歌すっごく好きなんですもん。私は木野さんと本気で付き合いたいと思ってる。ささやくように恋を歌う。